ファイターは市川、田中義則です。今回は9月9日救急の日に向けて AED の取り扱い方法を中心に市が取り組んでいる救急活動を特集します。番組後半では市川の民話をお届けします。どうぞお楽しみに。それでは市内の出来事を振り返るトピックスのコーナーからいきましょう。8月23日、三番瀬塩浜案内所で乗り巣作り体験が行われました。三番瀬案内所では8月の毎週土曜日、塩浜の体験塾と題し、塩作り体験や三番瀬に昔あったミクサ類であるアマモの種まき体験など三番瀬をテーマにした環境学習のプログラムを通して三番瀬の自然や行徳地域の歴史を紹介してきました。この乗り巣作り体験が体験塾の最終回、材料のヨシは案内所のヨシっぱらで刈り取ったものです。この日は案内所の運営をしている三番瀬環境市民センターのメンバーが講師になって、昔ながらの方法で乗り巣作りを体験しました。少し難しい工程もあったようですが、1時間ほどで完成し、参加者も初めての乗り巣作りを楽しんでいました。できた。疲れた。巻くところが面白かったです。最初ちょっと難しかったんですけど、面白くって、でだんだんこうすると楽にできるんだとか分かってくると、とっても楽しかったです。なんか不出来ですけど、ちょっと嬉しい。JR 市川塩浜駅南側にある三番瀬塩浜案内所は三番瀬の環境活動の拠点です。展示室には三番瀬の自然を紹介したパネル展示や資料のほか、生き物に触れることができるタッチプールもあります。ぜひ皆さんも一度足を運んでみてはいかがでしょうか。8月23日から24日の2日にわたって、災害時を想定した避難生活体験訓練が大須防災公園で行われました。これは大規模な災害にあった時の避難生活を想定したもので、特に災害時の使用を前提に作られた大須防災公園で、実際に日中や夜間に避難生活をする場合の問題点などを検証しました。まず公園の倉庫に備蓄しているテントや簡易トイレの設営訓練と、かまどになるベンチの点検を行い、公園内の防災設備を確認しました。炊き出し訓練では備品のコンロで調理を行ったほか、熱湯を入れるだけで炊けるアルファ米を使うなど、こちらも避難所での食事を想定した訓練が行われました。災害はいつどこでどんな状況で発生するか前もって知ることはできません。今回の訓練ではそうしたことを想定して、暗い中での煙体験や自力で避難する場合に必要なロープの結び方、応急救護のやり方なども訓練しました。いざとなったらこんなスムーズにいくのかなっていうのがすごい気がかりです。実際にやってみないと、この本番の時に、まあ、本番って地震があった時なんですけど、なかなかすぐに行動できないなっていうのが分かりました。まあ、手順とかもやっぱ訓練とか受けてようやく分かるんだなっていうのが分かりました。今回の訓練で指導に当たった市川災害ボランティアネットワークでは、こうした訓練や講習会などを定期的に開催しています。また9月13日の急病診療ふれあいセンター祭りでも、減災ゲームや救急救護、ロープワーク講習がありますので、皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。8月28日までメディアパーク市川1階エントランスロビーで、ギャラリー市川緑院親子写生会作品展が行われました。市内の教職員をメンバーとして発足したギャラリー市川運営委員会では、子どもたちをはじめとする市民の豊かな心を育むことを目的に写生会を実施し、その作品を展示しています。
今回22回目を迎えた緑蔭親子写生会は7月25日に志賀市動物園で開催され、担当の先生が引率する市内の中学生や親子など89名が参加しました。作品展ではこの時に描かれた動物園のアイドルレッサーパンダやシロフクロウなどの動物たちがメディアパークを訪れる市民を迎えました。展示された作品は優しい雰囲気の絵が多く、写生会で子どもたちが感じた楽しさが伝わってくるようでした。以上、トピックスのコーナーでした。マイタウン市川、森谷玲子です。さて皆さん、9月9日は何の日か知っていますか？そう、9と9で救急の日なんです。そこで今回は市が取り組んでいます救急活動について特集します。9月9日救急の日は、救急業務や救急医療について広く市民に正しい知識と理解を深めてもらおうと昭和57年に定められました。以来、市では毎年9月9日を含む1週間を救急医療週間として、救急医療についてさまざまなイベントを通し啓蒙活動を行っています。さて、突然の事故や病気になった時の119番通報はすべてここ消防局司令室にかかってきます。携帯電話の一部を除き、市川市内でかけられた119番通報はここ市川消防局司令室で24時間対応しています。通報を受けた司令担当者は通報者から詳しい場所や症状などの話を聞き、救急車を出動させます。心肺停止や窒息などの緊急時には119番の通報を受けた担当者が応急処置の指導を行うこともあります。はい、119番消防です。火事ですか、救急ですか？救急車お願いします。救急車の向かう住所はどちらですか？八幡1丁目1番1号です。はい、あなたのお名前は？市川です。どうしました？父が急に倒れました。お父さんは何歳ですか？50歳です。はい、お父さんは反応はありますか？揺すっても全然動かないんです。はい、いつも通りに呼吸はしていますか？呼吸してないみたいです。わかりました。今救急車を向かわせましたので、安心してください。それで市川さん、あなたは今まで人工呼吸や心臓マッサージをしたことはありますか？いや、ありません。それではお父さんを助けたいと思いますので、はい、今から私の言うことをやってください。はい、わかりました。なんとかやってみます。はい、それではあなたの片方の手をパーにして、はい、手のひらの付け根を、はい、お父さんの乳首と乳首の真ん中に当て、はい、もう片方の手を、はい、今置いた手の上に重ねてください。はい、できましたか？はい、やりました。はい、それでは肘をまっすぐに伸ばして、はい、お尻を上げ、はい、お父さんの胸が5センチぐらい沈むぐらいの強さで押してください。はい、押します。はい、押す速さは1、2、3、4、5、これくらいの速さです。はい、はい、救急車が到着するまで続けてください。はい、わかりました。はい、このように救急車が到着する前の応急処置により命が助かったというケースもあります。まず通報者が慌てずに状況を説明し、司令担当者の指示をよく聞いてできる範囲の応急処置を行ってください。119番通報してから救急隊が現場に到着するまでの間に、現場に居合わせた人が適切な応急手当をすることで救命効果は一層向上します。その代表的な応急手当がこちら、 AED です。 AED 自動体外式除細動器は命に関わる重症の不整脈に陥った人に電気ショックを与え、心臓の動きを回復させる救命器具です。現在、全国で公共機関への設置が進められており、市川市では市役所をはじめ小中学校や公民館、文化施設などに設置されています。さて石原さん、はい、こちらの AED ですけれども、通常こんな箱に入っているものなんですか？はい、市の施設ではこのようなケースに入ってまして、蓋を開けるとベルが鳴ります。驚かないようにしてくださいと言われると驚きそうなんですけれども、ちょっと開けてみたいと思います。よいしょ。
結構大きな音が鳴りますね。はい、これなんでこんな音が鳴ってるんだろうか。このように警報が鳴ると人が集まります、はい、皆さんで協力して応急処置に当たってください。あ、そういうことでこの音は大きくなっているんですね。はい、そうです、はい、AED は誰でも使用できる救命器具です。使用され命が助かったというケースも多数報告されています。早速守屋さんも AED の使い方を教えてもらいました。この AED は心肺蘇生法と一緒にやっていただくものなんです、はい、ですからまず人が倒れているのを見つけたら皆さんお声をかけますよね、はい、で声をかけるときにただ声をかけるだけでは反応がありませんので肩を叩きながら、はい、大丈夫ですかっていうような感じで何回か声をかけてください、はい、でこの時に反応が全くない、うん、ね、全然目も開けないとかそういう状態でしたら、はい、まず人を呼んでください。そして119番の通報と、はい、AED を持ってきてもらうように頼んでください。もう周りにとにかく声をかけて協力を仰ぐんですね、まずは。そうです、うん、でそれから、この方の状態を見ていただきます、はいはい、おでこに手を当てて肘をつきます、はい、ここの顎先に2本の指をかけて頭を後ろに後屈させながらこういうふうに気道の確保といって空気の通り道を作ります、はい、空気の通り道ができたらほっぺたを近づけてこの方が息をしているかどうかをほっぺたで息が出てくるか耳で音が聞こえるか胸が呼吸をしていると胸が上がったり下がったりしますよね、はい、それがあるかどうかを10秒以内で確認をします、はい、でこの時点で呼吸がないまたはないかなと思う迷ったらすぐに人工呼吸をします、はい、人工呼吸はこのまま鼻をつまんで大きな口を自分で開けてこの倒れている人の口を塞ぎます、はい、空気を、はい、2回入れます、はい、1回ずつたら鼻と口を離します。もう一度入れます。2回入れたら胸を押します、はい、胸を押す位置なんですけれど、はい、おっぱいとおっぱいの真ん中、はいはい、ここに手の付け根ですね、はい、ここをつけて手を組んでいただいても重ねてもいいんですけれど肘をまっすぐ伸ばして上から押します、はい、押す速さなんですがこのように1分間に100回の速さで押してもらいます、はい、で数を数えて30回押すようにしてください、はい、27、28、29、30と押したらまた先ほどの人工呼吸を2回やります、はい、で繰り返しているうちに AED が届きましたら、はい、次にすぐ AED の操作をします、はいはい、今 AED がこちらに到着しました、はい、どうしたらよろしいでしょうか、はい、まず、ケースを開けていただきます、はい、このようにチャックを開くとかホックを外すとかってあるんですけれど、はい、まず開けてください。はい、で本当は頭のところに置いていただくのが一番操作がしやすいんです、はい、でまず電源ボタンを押していただきます。今日はちょっと撮影のために特別にここに持って操作しますが、はいはい、この電源ですね、この緑のボタンを押していただきます。パッドを患者の胸に装着してください。ランプが点滅しているソケットにパッドのコネクターを接続してください。このように電源ボタンを押すと、音声ガイダンスが出ます、はい、で先ほどパッドっていうガイダンスが出てましたね、はい、でパッドというのはこのケースの中に入ってます、はい、でまずパッドを出して、パッドに貼る位置が書いてあります、はい、体の絵がこうありましてどこにパッドを貼るかっていうのが出てますね。そうですね、うん、はい、このパッドを剥がして1枚目をこの右の鎖骨の下にしっかり貼ってください。はい、はい、でもう1枚は左の脇の下ですね、うんうん、はい、あばら骨の上あたりにやはりしっかりこうやって貼ってください。はい、そしてコネクタを差し込んでくださいというメッセージがあったと思いますが、はい、コネクタはこれです、はい、これをこの位置に差し込みます、はいはい、心電図を解析中です。患者に触れないでください。
今この方の心臓の状態をこれから調べるという意味なんです、はい、ですから誰も触ってないように、皆さんに離れてくださいと言ってください。はい、はい、ショックが必要です。充電中です。患者から離れてください。この方は電気ショックが必要だとこの機械が判断しました、はい、ですから誰も触ってないようにもう一度周りの人に離れてくださいと言ってください。はい、はい、ショックを実行します。オレンジボタンを押してください。今電気ショックをするためにこのオレンジのボタンを押します。はい、この時しっかり周りを見て押してください。オレンジボタンを押してください。ショックが完了しました。一時中断中です。必要なら心臓マッサージと人工呼吸をしてください。あ、はい、このようにこの AED というのは心室細動という、はい、心臓がブルブル震えている時だけショックが必要になるんです。ですからその心臓が全く止まってしまった場合、うん、または心臓がしっかり動き出した場合はこういうふうにショックが不要ですと言われます。あ、はい、ショックが不要と言われてもこの方が息がない、うん、全く動かない状態でしたらまた先ほどの心肺蘇生を始めてください、はいはい、30回の、うん、胸骨圧迫と人工呼吸ですね、はい、これをずっと繰り返して救急隊が来るまでずっと続けてください。なるほど。市川市ではこの AED の使い方をはじめとした普通救命講習を毎月第3日曜日に消防局で開催しています。定員は60名で無料です。毎月第1土曜日から募集していますので、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。またこの講習を修了した方がいる団体にはスポーツイベント開催時などに AED を貸し出しています。詳しくは保健医療課までお問い合わせください。現在全国的に問題になっているのがモラルの欠けた救急車の悪質な利用です。子供が熱を出したと通報があり、駆けつけたらペットの犬だったや、明日の何時に迎えに来てと通報し、救急車をまるでタクシー代わりに使うなど、救急車の悪質な利用が全国的に問題になっています。これに対し、一部自治体では悪質な119番通報に罰則を制定するなどの対策もされてきました。現在問題になってます救急車の悪質な利用なんですけれども、市川市内でもこういった報告というのはあるんでしょうか。まあ、不正利用というわけではありませんけれど、うん、かかりつけの病院に行くために、要請して、はい、自宅で荷物を持って玄関で待っていらっしゃるというケースがあります。はい、それはタクシーで行ってもいいというような状態の方も、そうですね、できればタクシーで行っていただきたいと思われるケースですね。なるほど。まあ、ちょっと曖昧なところだけれども、簡単に救急車を呼びすぎてしまうということがあるんですね。そうですね、はい、市川市の救急車出動件数は2年連続で減少しています。しかし救急車の不適切な利用は本当に救急車を必要としている方に多大な迷惑を与えてしまいます。モラルを守って救急車の適正な利用をお願いします。さて、もう一つ全国的に問題になってきているのが硫化水素による事故です。ここ数年硫化水素による事故が増え続けています。市川市でも今年に入り4件の硫化水素による事故がありました。市では関係各機関が連携した対策協議会を設立し、事故があった場合の二次被害の防止に努めています。ではその二次災害というのを防ぐためにもですね、硫化水素の特徴というのを教えていただけますか。はい、硫化水素には腐った卵に似た特徴的な強い刺激臭があります。はい、空気より重く無色で水によく溶けます。目、皮膚、粘膜等を刺激する有毒な気体。はあ、で、まあ、これはどう避けたらいいのでしょうか。卵が腐ったような匂いを感じたら匂いがする場所には近づかないでください。特に匂いがする部屋の扉や車のドアは絶対に開けないでください。風上の匂いのしないところまで避難してください。近
近づこうとする人がいたら引き止めて避難させてください。安全な場所に移動後、直ちに119番通報し、消防隊が到着するのを待ってください。とにかくじゃあそれ感じたらその空気からなるべく離れて漏らさないようにしなきゃいけないっていうことですね。そのようになります。はい。硫化水素による事故は正しい知識を持つことで二次的な被害を防ぐことができます。近づかない、すぐ避難する、直ちに119番通報する。この3つを守って消防隊が到着するのを待ってください。石原さん、はい、9月9日の救急の日に向けまして市では何かイベントなどは企画されてないんですか？はい、救急の日を含む1週間を救急医療週間といいまして、はい、市民の皆様に救急医療と救急業務について、はい、理解をしていただく、そういうようなことを目的として、私どもがいろいろな、行事を企画しております。はい、その一つといたしまして9月6日ゴールドンプラザで救急広場というのを開催させていただきます。はい、どんなものなんでしょう、救急広場。はい、そうです。救命講習の体験とか消防音楽隊の演奏、はい、それからお子様には、ちびっこ写真撮影などと、うん、家族皆さんで楽しんでいただきながら救急の医療について、ご理解いただくよう、企画しております。はい、突然の事故や病気は一刻を争います。このようなイベントなどを通しまして救急の知識を身につけていざという時に備えましょう。そして正しい救急車のご利用に市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。以上特集のコーナーでした。市川の民話。このコーナーでは市川市に伝わる民話をご紹介します。今回のお話は梨作りの善六さん。昔々江戸時代の頃、八幡の大柴原に善六という男の子が住んでいたと。八幡は砂地で田んぼもなく、その上海からは強い南風が吹きつけ、麦も野菜も何にも育たなかったんだと。村はとても貧しかった。なじょしたら村が豊かになるべか、八幡の土地で作れるものはねえべか。善六はいつもいつも考えていたんだと。善六が28歳になった秋のこと、八幡様のボロ市に並んでいた一冊の本を手にした。その中に、梨のことが書かれていたんだと。これは八幡の土地に合っているのではねえべか。その日から善六は寝るのも忘れて梨のことを調べたんだと。そして梨を求めて旅に出た。何日も何日も何日も旅をして美濃の国へ入ると、そこには広々とした梨畑があった。善六はそこの土を手にして驚いた。この土は八幡と同じ砂地だ。善六は早速梨作りを土地の人に教えてもらい、丈夫な梨の枝をもらうことができた。そして大喜びで帰ることにした。もらった大事な梨の枝を枯らさないように、
水気がいっぱいの大根の切り口に枝を差し込み、次の村でまた新しい大根に差し込んで旅を続けながら、ふるさとの八幡に持ち帰ったと。八幡様の境内を借りて梨畑を開いたが、なかなかうまくいかなかった。村の人に、ありゃ梨のことしか考えられねえ、梨バカだと言われても、梨作りをやめず、数年後にはようやく梨を実らせることができた。善六は村の人たちにも梨作りを教え、やがて八幡の梨は世に知られるようになった。村も豊かになったんだと。晩年の善六は寺子屋の先生になった。村人たちに読み書きを教え、お侍さんのように名字を名乗り、刀を刺すことを許されるまでになったんだと。村人たちが一生懸命作った八幡梨は、八幡菅野には歯磨きいらぬ、梨の新穂で歯を磨くとまで歌われるようになったんだと。今でも八幡様の境内の市民会館の前に、1829年87歳で亡くなった梨作りの川上善六をたたえる記念碑が立っています。おしまい。第3回健康都市連合国際大会が今年の秋、市川市を会場に開催されます。メインテーマは健康で安全な都市社会、それを実現する健康都市の取り組み。現在専用のホームページを立ち上げ、大会の概要や日程などを掲載しています。ぜひご覧になってください。皆さんでこの大会を盛り上げていきましょう。第2回市川市景観賞の候補者と団体を募集します。都市計画課で配布する市川市景観賞推薦調書に必要事項を記入の上、9月30日までに都市計画課に郵送またはファックスしてください。次戦他戦は問いません。市川の景観を考えて日々活動している方や団体の皆さん、ふるってご応募ください。表彰の対象など詳しくは市のホームページをご覧いただくか、都市計画課までお問い合わせください。それでは最後に、これから行われるイベントのスケジュールです。次回9月6日からの放送は、市川を代表する農産物梨を特集します。どうぞご覧ください。